皆さんこんばんは。今回は3月下旬の若狭湾アジング動画となります。3月の下旬ぐらいから4月にかけて海水温がどんどん上昇していくと、沖にいたアジが接岸してくるようになってきます。シーズン序盤は比較的大きめのサイズを狙うことができます。場合によっては尺アジも釣れる時があるくらいです。しかしながら大型のアジは素早く回遊していますので、常和島周辺に居つくような雰囲気じゃないですね。あくまで通過しているのかなという感じでした。ですので釣れない時はもうさっぱり釣れないです。しかし若狭湾の岸釣りで24センチ以上のアジを釣ることのできる数少ないチャンスとも言えます。そんな釣りのスタイルとなります。それではこの度の塩タックルですが、今回は2つのタックルを使い分けました。まず1つが、こちらですね。ロッドが月下美人 AGS75LT、 リールが、月下美人エアー2003、ラインが PE の 0.452、 リーダーがナイロンの6ポンドをセットしました。そしてですね、ルアーがこちらの、1.5g ジグヘッドにアジングビーム 3.5インチ。そして次に、こちらタックルですね。ロッドがジャムオーバー 600XXL、 そしてリールが月下美人 EX1003RH、 ラインが PE の 0.25、リーダーはナイロンの4ポンドです。ルアーが、こちらですね。 1g ジグヘッドにビームスティック 2.2 インチです。それでは実況動画本編となります。どうぞご覧ください。ねえ、大概釣れるんですけどね、自己的に。まあほんでそのメバルが気難しいのはそういうところですよね。お、来た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 、なんかしのって来ましたよ。よっしゃ、来た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 、おーした来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 た、お、犬来た犬来た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 、これで26センチですね。イエイ。僕ね、表層ですね、ボトム狙ったのでか釣れないんですよ。これで25ぐらいですね。
5センチですかね。でかでかお腹パン。さあいかがでしたでしょうか。先述しましたけども、若狭湾の岸釣りで24センチ以上が釣れる場所、そしてタイミングっていうのがね、かなり限られてるんですね。あとは12月から1月にかけて、まあ、大体水温が13度前後になった時に25センチ以上のアジが接岸してくる時もあるんですけども、もうその時を逃すと結構厳しい釣りになると思います。またそれ以外のパターンなんかもあって、日本海側ででかいアジを釣るにはどうすればいいのかなどはこの本に書かれていますので、アジングファンの方でまだ読んでいない方はぜひ一度読んでみることをお勧めします。私はレオンさんの回し物でも何でもありませんけども、とても濃い内容が書かれていますので、読んで損はしないと思います。それではこの度の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。